あ、梅子ぶっちゃさんだ。はい、では第20位、和幸さん。和幸さん、ありがとうございます。カニさんの和幸さん。イベント期間、そしていつもたくさんの応援ありがとうございます。ありがとうございます。パチパチパチ、あちゃ。はい、では次、第19位、ロッキーさん。ロッキーさん、見てますか？ありがとうございます。ロッキーさん、いつもいつも応援ありがとうございます。ロッキーさんいると嬉しくなる。ありがとうございます。はい、ランキングに入ってる人たちたくさん聞いてて、ラブしかないね。本当にそうなんです。皆さん、私の、私に合わせてくださって、見に来てくださってありがとうございます。ロッキーさん1位おめでとう。コメントありがとう。ありがとうございます、こちらこそ。はい、では第18位、プラザ48さん。プラザさん、見てる？プラザさんには感謝しきれないよ。たくさん参考にさせてもらいました。あ、明日楽しみ、決勝も頑張ろう。ありがとう、プラザさん、楽しみ、ありがとう。はい、では第17位、しゅんちさん。しゅんちさん、いつもありがとう。横浜であまり見えなかったから早く会いたいな。しゅんちさん、見てるかな。ありがとうございます。はい、では第16位、しゅんちさん、ありがとう。こちらこそ、いつもありがとう。決勝も頑張ります。ありがとうございます。はい、第16位、たけぽんさん。たけぽんさん、ありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。たけぽんさんはいつも私の欲しい言葉をくれます。ありがとうございます。パチパチ。はい、次は第15位、15位、ぴろくんさん。ぴろくんさん、ありがとうございます。このイベント期間ずっと応援してくれて、すごく支えになったよ。ありがとうございます。あ、一時コメント、化粧もする、ありがとう。あ、ぴろくんさん、ありがとうございます。嬉しい。はい、では第14位、たまひなさん。たまひなさん、ずっと応援してくれてありがとう。たまひなさんと会えると嬉しい。ありがとうございます。たまひなさん、あの、ももはねリボン、お、よせ1おめでとう。これからも応援してます。あ、明日も楽しみ。やった、明日も。ありがとうございます、嬉しい。あの、ももはねリボンすごいつけてくださる方いっぱいいらっしゃって嬉しいですけど、羽が描けないっていう致命傷。はい、では次、第13位、ももすたさん。ももすたさん、ありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。サイト作ってくださったの、いつも見ています。ありがとうございます。あ、ももすたさん、ありがとう。1位おめでとう。いとももモデルに明日、明後日行きます。お、やった、どっちも会えますね。ありがとうございます。はい、では次に行きます。第12位、しほぴさん。また羽がちょっとギザギザになっちゃってるんですけど、しほぴちゃん、ずっと応援してくれてありがとう。会いたいね。しほぴちゃん、見てる？ありがとうございます。はい、では第11位、たくさん。たくさん、ありがとうございます。いつもありがとう。この前横浜で近くでお話できて最高でした。ありがとうございます。あ、しほぴちゃん、ももちゃんに話したいこといっぱいある。早く会いたい、会いたいね。ありがとう、いっぱい話したい、早く。はい、あ、たくさん、1位おめでとう。ありがとう、こちらこそです。ありがとう、たくさん。はい、では次、第10位、こうくん。こうくん、見てる？さっきタワーありがとう。
コウくん、いつもありがとう。この前も会えて幸せだった。ありがとう。あ、明日も明後日も会おうね。ももかちゃん大好き。嬉しい。大好き。ありがとうございます。明日も明後日も。はい、では次。いきます。第9位。えいちゃんさん。えいちゃんさん、イベント期間何度もありがとう。えいちゃんさん見てますか？あ、一応見ると嬉しい。ありがとう。ブタさんのアバター結構可愛くて好きです。ありがとうございます。では第8位、キタロウさん。キタロウさん、ありがとうございます。ずっとずっとありがとう。1位に争うくらいの子さんさんです。あ、キタロウさん、ももかちゃん推しがいなる。推しがある、嬉しい。また話そうね。話しましょう。またね。ありがとう、キタロウさん。はい、じゃあ第7位、ラボーナさん。ラボーナさん、ありがとう。いつもありがとうございます。イベント前からもずっと応援してくださっていて嬉しい。あ、ラボーナさんすごい、お元気？お元気？お元気です。すごい、かわいい。お、明日明後日よろしくです。やったー、よろしくです。楽しみ、ありがとうございます。はい、では次、第6位、バディさん。バディさん、あ、安楽翔がゆずかおし、たおしさん、ありがとうございます。バディさん、ありがとうございます。バディさん、いつもありがとう。バディさんいるとすぐ見つけられるんだ。おめでもも、ももちゃんの話し方もアルパカのような、アルパカのような方に。嬉しいんですか、これは。これは嬉しいんですか。ありがとうございます、バディさん。はい、では第5位、ひろきさん。ひろきさん、ひろきさん、この間の握手会でお会いできて嬉しかったです。ありがとうございます。ひろきさんのアバターも好きです。あ、予選お疲れ様でした。決勝に向けて力を蓄えてきます。嬉しい、ありがとうございます。頑張ります、決勝。ありがとう。はい、では第4位、ぶっちゃん。ぶっちゃん見てるかな。いつもありがとう。ぶっちゃんの笑顔好き。この前も会えてすごく幸せだったよ。ありがとう。お、いともも劇場の居候さん、ありがとうございます。お、あんやと一応明日明後日よろしく。お、やった、明日明後日よろしくです。決勝も頑張ろう。頑張りましょう。ありがとうございます。第4位、ありがとうございます。ぶっちゃん、ぶっちゃん。はい、では第3位、ここからあの装飾をつけてみました。はい、第3位、じゃららららじゃーん、一部鍵開けスーツ男さん。一部鍵開けスーツ男さん、あ、来た、いた、いた。楽しい時間ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いつもいろいろなお話するけれど、このイベントでもすごい存在感でした。さすがです。ありがとうね、ありがとう。はい、じゃあ第2位に行きます。あ、え、すごいすごい、え、スーツ。ありがとう。なんかこれあれじゃん、赤ずきんちゃんじゃん。スーツ男さん、ありがとう。赤ずきんちゃんだ、初めて見た。今仕様なの。あ、森のくまさん、なんなんだこれは。すごい、ありがとう。はい、じゃあ第2位に行きたいと思います。第2位、チャラララじゃーん、ザナトさん。ザナトさん見てますか。ありがとうございます。はい、おっちょ、不思議な初対面が印象的だよ。いつも笑顔にしてくれてありがとう。お、おめでとう、決勝も頑張るね。ありがとう、ザナトさん。ザナトさん、ありがとう。パチパチ、早く会いたいです。はい、
ではラスト第1位はチャラララララじゃーん、あ、奈良さんありがとうございます。チャラララララじゃーん、奈良おじさん、奈良おじさん、パチパチパチありがとう、見てる、さっきいた奈良おじさん、いつもありがとう、奈良おじさんとお話しする時間が大好き、早く話したいこといっぱいある、まさか最後あんな来てくれるなんてびっくりした、ありがとう、奈良おじさん、なるあいた、奈良おじさんおめでとう、ももちゃんいつもありがとう、こちらこそです、こちらのセリフです、ありがとうございます、奈良おじさんありがとうはい、ということで皆さん本当にありがとうございました。あの初めてのイベント参加で、なんか配信系のイベントも初めてだった、あ、プロミスザスターさんありがとうございます、初めてのショールームの配信の形でのオーディションだったし、まだ入って全然だったから、先輩方とかとこう皆さんとこう争うっていうのも結構自分不安に感じてて、あ、バディさんありがとう、不安に感じてたんですけど、こう始まる前からもこう皆さんがこう少しずつアドバイスくれたり、あの知ってることを教えてくださったりして、すごく支えていただきました、教えていただいてすごく助かりました、そのおかげで私はかなりショールームマスターになれたのではないかなと思います、この期間で。私100位までしかお呼びはしてないんですけど、たくさんたくさんの方が応援してくださったので、そのランキングに入ってくださった方はもちろんですし、 X とかいろんなところで私のことを宣伝してくださったり、お友達にお誘ってきてくださったりとか、少しでもこう応援してくださろうとしたことがすごく嬉しいですし、それもそうだし、あとはあの X でなんかいろんなやり方とかをこう画像にしてくださったりとか、もうすごい、あ、菅爺さんありがとうございます、すごく嬉しかったですし、なんだろう、普段の配信とかでもたくさんこう盛り上げるコメントしてくださったりとか、皆さん全員のご協力があっての1位だったので、まさか本当に自分でもこうできることは頑張ろうって思ってたんですけど、まさかまさか1位になってなれるなんて思ってもなかったんです。だから本当に皆さんのおかげです。お、奈良おじさんありがとう、もう応援してくださった皆さん全員で勝ち取った1位です。あ、奈良おじさんありがとう、お、さっくちゃんもありがとう、生きがい嬉しい、ありがとうございます。すごいなんか下手くそなこともいっぱいあるんですけど、全部をこうなんか受け入れてくださって、一緒に笑ってくださったりとかしてくださったのが本当に嬉しかったです。私あの最後あの歌いながらすごい涙が出てきたんですけど、それもあのまさかなんか最後にあんなになるなんて想像してなくて、というか知らなかったのもあるんですけど、自分の配信画面があんなになる、皆さんがからの愛をもうすごい感じて、あ、ナーラブさんありがとうございます、なんかコメントで応援してくださってる方もそうですし、見に来てくださったっていうこともそうですし、あの画面があんなになるほどにいろいろたくさん応援してくださった方もそうですし、なんかもう混沌というか、なんだろう、もうなんか宇宙空間みたいになっててびっくりして、それでびっくり驚きもあって、驚きとなんだろう、その時はまだ
順位も全然分かんなかったし、結果とかじゃなくってこう皆さんと一緒に、あ、ナラブさんありがとう、タワー、なんか皆さんと一緒にこうやってなんか団結して頑張れてる感じがして、それがもうすごく嬉しくてびっくりもびっくりして全てが混じって涙が出てきました、うん、すごく嬉しかったです。皆さん本当にありがとうございます。そう、一体感、そうだ、一体感という言葉が出てこなかった。そう、一体感を感じて幸せでした。あー嬉しい。でなんかこのショールーム配信を経て、私自身もショールームについていろいろ知れたし、私のことをこういろいろお話しさせていただいたので、私のことも今までよりももっと知っていただけたかなって思うし、あのこのまだ決勝はまだなんですけど、あの予選で1位になったので、もうビスさんに1ページ掲載していただけるっていうことはもう決定してるんです。だからもうそれもすごく嬉しいです。絶対に素敵なように映れるように、食べ過ぎないようにしますあ、安楽障害ゆずかたおしさんありがとうございます。ありがとう、皆さんのおかげ嬉しいうん、イベント期間でもっと好きになった、嬉しい。はい、だからやっぱり最初はすごい不安もあって、で支えれたかな、貢献できたかなって不安で、だからなんかもう全ての方が一人でもいらっしゃらなかったら取れなかった1位だと思います。全ての方に支えていただいたから皆さんのおかげです。少しでもこうやって多く見てくださろうとしたりとか、 X でちょっと告知してくださったりとか、すごく嬉しかった。あれ何言うとしたんだっけ、あーなんだっけなんか言おうとしたんですけど、ん？なんだっけ？あれ？あれれれれれ？あ、そうだ！始めた時、始めたての時だ！始めたての時、そう、始めたての時の話をしようとしたんだった。初めて、あ、ナラブさんありがとう！あの、始めたての時は、このショールームこのイベント期間が始まった時とか、あとは自分がエントリーした時とかは結構参加するのに結構不安を抱いていて、なんでかっていうと1日3時間って結構多いなって自分的には思ってて、今まで自分がした配信が1時間ずつとかだったので3時間かって思って、結構いろいろどうしようって考えたんですけど、皆さんと話してたら結構本当にあっという間すぎて、今も9時から始めてもう1時間余裕でお話できているんですけど、そうレッスンとかお仕事とかもある合間で3時間こうやるからには全力尽くしたいなって、こうやっぱ負けず嫌いだから絶対に3時間やりたいなって思っていたから、それをこうやり遂げられるかなって思ってたし、そんな自分がランキングに入れるのかなんて思ってもいなかったから、皆さんのおかげです。本当に嬉しい。皆さんがいなかったらもう私は宇宙に行っていました、絶対に
そう、カラオケもカラオケ配信もこの配信で、このイベント期間でできるようになったことですしあ、ヒデさんありがとう。そう、配信できなかった日もあった、一日。その時もめっちゃ悔しくてでも皆さんが大丈夫だよって言ってくれたから支えられました。あー嬉しい。もうだから、そう、一歩踏み出したらなんとかなったでしょって言ってくださった方が今いたんですけど、あのやるか参加するか、いつもこうなんかのその何々参加したい人とかがあった時とかはいつももう返信2秒くらいですぐやりますって何でも言うんですけど、このイベントは唯一ちょこっと迷って、なんでかっていうとやっぱ自分一人じゃなくて皆さんと頑張らなくちゃいけないイベントだったから悩んだんですけど、一歩踏み出してよかったなって思います。それも皆さんのおかげ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。お、たけちゃん。はい、ありがとうございます。ちょっと1時間にしようと思ったら伸びちゃったんですけどそろそろ終わりにしようかな。またあの全然また会えない日々が続いちゃうと思うので、絶対たくさんやる予定です。あとドボンも全然今回の期間で他のメンバーさんたちと比べて全然できなかったから、皆さんと対戦したいから暇な時にポチポチやりますお、明日明後日、やったー、嬉しい、イエイイエイイエイ、明日はボナブーって言ってます。よろしくお願いします。はい、じゃあランキングを読ませていただきます。はい、では第13位から。第13位、ぶっちゃん。ぶっちゃん、ありがとう。パチパチパチ。はい、では第12位、チャララちゃん、奈良おじさん。奈良おじさん、ありがとう。パチパチパチ。はい、では第11位、安楽生姜ゆずかたおしさん。安楽さん、ありがとう。パチパチ。はい、では第10位、まことのすけさん。まことのすけさん、ありがとう。はい、では第9位、さっくちゃん。一緒に頑張れ、楽しかったよ、嬉しい。さっくちゃん、ありがとう。はい、では、お、メガメガ。はい、では第8位、いたまも劇場の石田郎さん、ありがとう。はにわだはい、では第7位、ももか応援隊ひでさん、予選1位おめでとう、ありがとう。ひで、ありがとうはい、では第6位、バディさん。バディさん、ありがとう。パチ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 。はい、では第5位、ラボーナさん。ラボーナさん、ありがとうございます。はい、では第4位、たけぽんさん。たけぽんさん、ありがとう。たけぽんさん、ありがとうございます。はい、では第3位、こうくん。こうくん、ありがとう。パチパチパチ。はい、では第2位、一部鍵開けスーツ男さん。お、べっきょぶももろむみぶぶぶぶだって、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。
はい、では第1位、ならぶさん、ならぶさん、カニ、ならぶさん、ありがとう、いつもありがとうございます。皆さんにパチ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 、ありがとうございます。はい。ではなんだか久しぶりに皆さんとこうやってお話できた気がして、ちょっと終わるのが名残惜しいんですけれど、明日も明後日も、明日は頭突き大会ですか、頭突き大会ですね一応。はい、明日も星屑テレパスのイベントありますし、きっと週末も皆さんお忙しいと思うので、しまさん今来たばかり、ありがとう、来てくれて、終わっちゃうよ。そろそろ終わりにしようと思います。ありがとうございます。じゃあ皆さんまた配信しますね、ありがとう。あ、インスタ更新してします、ありがとう、またね、待ってね、おやすみー。